プンターレーナス、プンターレーナス、プンターレーナスは、南アメリカ大陸チリ共和国最南部、マガジャネスイデラアンタルティカチレーナ州、トゥエルブ州の州都である。1849年建設された、チリ南部の港湾都市、南アメリカ最南の都市、大陸部と笛ごとを分けるマゼラン海峡に望む。マゼラン海峡、マガラネス海峡の中間部。 ブルンスウィック半島の根元に位置する港町。大陸側に位置し、海峡を挟んで東側には、隣国アルゼンチンと領有を半分に分ける島、フエゴ島がある。この地域の中心都市であり、近年では、フライトによる南極観光ツアーの出発地としても知られる。1849年建設され、1914年のパナマ運河開通までは、 太平洋と大西洋を結ぶ重要な航路であった同海峡を航行する外洋船の寄港地として繁栄した。現在は背後の広大な牧羊地帯もあり、市内で加工、処理された羊毛、羊肉などを輸出。対岸の笛ごとにおける石油採掘の拠点でもある。プンターレーナスはスペイン語で砂の岬という意味。人口は約13万人。 2012年現在、降水量は毎月30ミリメートル前後と少なく、6月から9月にかけて雪が降る。最高気温は12月から1月に14度 C、6月から7月に4度 C と変化が小さい。ただし、年間を通じ風が強く最大時速130キロメートルに達する。プンターレーナスワにあり、南アメリカ大陸最南端の都市。 人口10万人以上を有する都市としては、世界の最南端である。なお同市は、世界最南端の都市を名乗っているが、同市の2 0 0トル以上南東、笛語島のビーグル水道沿いに、アルゼンチン領の都市、ウスアヤ、人口約6万5千人があり、そのさらに南にも小規模な村や集落がいくつかあると、いう。スペイン人は、 マゼラン海峡に沿った海岸の獲得を二度試みた。最初は1584年で、ノンブルデジーゼスという作戦の名前がついているが、天候が荒れていたことや、食物や水が入手困難であったことなどから、失敗に終わった。二度目は、レイドン・フェリーペが、プンターレーナスの80キロ南方の場所の獲得を試みた。その場所は、後に、プエルト・アンブレと呼ばれたが、 時には、飢餓の港、飢キ饉キの港などと翻訳されることもあった。スペイン人たちがこの土地を選んだ理由としては、マゼラン海峡を支配することにより、イギリスの海賊からの攻撃を避ける意味合いもあったが、皮肉なことに1587年に、プエルト・アンブレの際の居住者を救出したのは、イギリスの海賊トーマス・キャベンディッシュであった。1843年、チリ政府は、 マゼラン海峡の沿岸に永住区域を創設するための任務を託された遠征隊を送り出した。ディス・イット・ビルト・アンド・カミー・シャンド、エース・モール・セール・シップ・コールド・ゴリー・タンクドという名前の帆舟を、ホア・ウィリアムズ・レ・ボージャドの父である、英国人船員のジョン・ウィリアムに委託し、建造をさせ、21人の乗組員と積み荷を運び、チリ政府からの命令を果たした。 植民史の創設は1843年9月21日に開始された。この場所は海岸線の防御を使命とする軍の駐屯地としては最適であったが小さく山がちな半島の頂上に位置していたため民間居住地用にするための準備はほとんどなされていなかった。そのため軍の統治者であったホセデロスサントス・マルドネスが1848年に居住地を マナス川沿いの現在の場所に移転する決定を下した。19世紀中頃、チリは、プンターレーナスを移民用の植民地としてだけでなく、問題のある行動を起こした軍人に懲罰を与えるための流刑地とした。1851年12月、キャンビウス中佐に引きられた囚人の反乱が起き、統治者のムニョス・ゴメスと聖職者が殺害され、教会や病院が破壊された。 この反乱は、二隻のチリ戦の支援を受けた、HMS ヴィラーゴの指揮官スチュワートによって、鎮圧された。エルマテンデロース・アーティアロスの名前で知られる1877年の反乱では、町の大部分が破壊され、囚人と直接関係のなかった多くの市民が犠牲となった。その後、小ネによる貿易の増加と、羊毛業の発展、均衡の発見を伴いながら、 町は発展、繁栄していった。1890年と1940年の間くらいに、マゼラン海峡エリアは、世界的に羊毛業の最も重要なエリアの一つとなり、一つのソシエダ・エクスプロティアドーラで提られる、フエゴという名の一つの会社が、チリとアルゼンチンの南部の1万平方キロメートル以上の土地を支配するようになった。この会社の本社及び所有者の住所は、 プンターレーナスであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。